はい、皆さんこんにちは。バルーンアーティストとしです。はい、今日は、初心者のためのバルーンアートの作り方を、やっていきたいと思います。はい、今日の、お題はカメさんです。はい、こちら、はい、こんな感じですね。はい、これを作っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、作っていきます。260サイズの、バルーンを1本用意してください。色は、明るめの色を用意します。なぜかというとですね、マジックで後から顔を描くときに暗い色だと、マジックの、色が見にくくなるので、明るい色を選んでください。はい、ではいきます。あとポンプですね。はい、ポンプを用意します。はい、膨らませます。先端を20センチぐらい、20センチぐらい残して膨らませます。はい、で、結びますね。はい、はい、作っていきます。はい、5センチを作ります。はい、5センチを作ります。そしてこの口巻き部分ですね、これ、はい、口巻き部分、これをぐっとこっち側に持ってきて、はい、これをぐーっと持ってきて、はい、ぐっと持ってきて、ここに引っ掛けますね、ここですね。ここにぐっと口巻き部分を引っ掛けます。はい、ここですね。はい、で、ぐっと引っ張って、で、ここの中に口巻き部分を入れて、で、固定します。はい、こんな感じですね。はい、裏はこんな感じになります。はい、はい、続けていきます。4センチを作ります。はい、4センチを作ります。で、もう一つ4センチを作ります。この一つ目の4センチに合わせて4センチを作ります。はい、4センチが今2つできました。はい、もう一つ作りますね。今度はこの一つ目の、バブルに合わせて4センチに合わせて4センチをひねります。はい、はい、今3つできます。1、2、3。はい、あと1つ作りますね。はい、1つ目の4センチに合わせてもう1つ4センチを作ります。はい、こんな感じです。4センチが今1つ2つ3つ4つありますね。で、この時に一番最初のバブルと、残りのバブルを、しっかり、離さないように持っていってください。はい、で、これをこういうふうに折り曲げますね。折り曲げます。そして、最初のバブルと残りのバブルを片手で持ちます。はい、片手で持ちます。はい、で、反対の手でこの4つのバブルを、まとめて持って、で、少し上に引っ張りながら一緒にひねり合わせます。はい、2回ぐらいですね。はい、はい、このようになります。はい、はい、次に7センチを作ります。7センチ、はい、7センチを作ります。そしてこの、4つのバブルの、この4センチの4つのバブルの真ん中、ここですね、ここにこの7センチをこういうふうに持ってきます。はい、こういうふうに持ってきますね。裏から見たらこういうふうになります。そしてこのこっちのバブル2つを、こっち側に回転させます。で、こっち側の2つのバブルをこっち側に回転させながら、この7センチのバブルを向こう側の中に入れ込みます。こっち側から出しますね、引き出します。はい、これを、回転させながら、こういう感じ、こういう感じで、こっちから見ると、こういう感じで回転させながら、中に入れ込みます。はい。こんな感じですね。はい。よし。はい。こんな感じになります。はい。はい。はい。で、先端の方ですね。この一番先端の端っこを、空気が漏れないように少しだけ切ります。切り落とします。はい。
この時空気が漏れないようにしてください、はい、ここでしっかり押さえます。空気をしっかり押さえます。でここは切り落としました、はい、で今度はこのこちらの手をこのここですね、ここに持ち替えます。持ち替えてここをしっかり持ちます。でこっちの手は離しますね、はい、離します。でここをこの根元をしっかり結びます。はい、しっかり結びます。この辺になります、はい、そして、ここですね、今このしぼませたところですね、ここにもう一回軽く空気を入れます。口でプッとすると軽く空気が入ります。ポンプでも大丈夫ですけど口でもできます。で先端の方で結びます。なるべく先端の方で結んでください。はい、この先端の方で結びますね。するとこういうふうに少しだけ空気が入った状態になります。はい、この状態ですね、はい、でこのこれをこの7センチのここですね、ここにぐるーっと巻きつけます。こちら側から、はい、こちら側からぐるーっと巻きつけますね。ぐるーっとこのように巻きつけます。はい、ここからぐるーっと巻きつけて、でこの場所ですね、ここに残りを絡めますね。絡めておきます、しっかり。はい、はい、このように絡めます。はい、で少し引き出しますね。こうやって引き出します。よいしょ。はい、このようになりますね。こんな感じです。はい、はい、前から見たらこんな感じです。はい、はい、これで、風船部分はこれで完成です。あとは、顔と甲羅部分を描いて、完成です。はい、はい、今顔を描いたところですね。顔と甲羅部分ですね。こんな感じですね。こんな感じです。こんな感じです。はい。それとですね、子亀ですね。子亀さん。はい。子亀さん。これですね。子亀は、すべてのサイズを2センチずつ、小さく作ってください。はい。2センチずつ小さく作ると、子亀さんになります。はい。これで、亀さんの完成です。はい、ぜひ作ってみてください。はい、それじゃ、バイバーイ。